うわあれ、音楽は普通に戻ってる。音楽だけは普通に戻りましたね。新市街地。無事か。へ、陛下、ダメか。ダメだ。ちょっと待って、無事のやついないのか、これ。ねえ、どうなんすかね。よし、じゃあどうするか。なんか無事そうなやつに話しかけてみるか。とりあえず。ちょっとこれはひどいイベントだわ。ちょっとひどいイベントだ、これ。大丈夫か、無事か。へ、へか、あ、ダメだ。あ、仲間が。これはちょっとね、これはひどいね。これはひどいわ。マジで。俺もね、今酔っ払ってなかったらね、もうちょっとね、実況どこじゃないわ、ショックで。ちょっと酔っ払ってなかったらね、もう少し酒飲むか、これ。もう少し酒飲みますわ。あー、ストーンシャワー来た。そう、技術点稼いじまってるぜ。あー、ダメだ。きっともうみんなダメだ。おー、大丈夫か。よかった。ネレードやっぱ強え。ネレード最強だ。私は水の中にいるから大丈夫です。水の攻撃には無敵です。ぜひ、バスタチをお連れください。入れない。はい。よかった。無事だったんだ。よかった。もうネレードが無事だったら何でもいいや。もう何でもいい。あーね。アマゾネスはもうダメなんだろうな。アマゾネス好きなのに。無事か。あ、ダメか。ダメか。くそー。仕方ない。よし。うわー、来たー。よし、やってしまうぞ。成仏してくれ。あいつはどうだ。モールはどうだ。モールのとこ行ってみよう。無事か。どうか。無事か。ガト、無事か。あ、よかった。私はタムのことをよく知っていますから大丈夫です。これだけの数がいるということは地下のどこかにクイーンがいるはずです。地の攻撃には無敵です。ぜひ私をお連れください。いや、ダメだ。君を危険にはさらせない。ああ、今のセリフ、ネレードに言ってやりたかった。よし。よし、わかった。とりあえずだ。はい。術と技を使ってしまいましたね。ちょっと回復していきましょう。とりあえず宿。宿へ行ってみよう。宿は無事か？とりあえず宿屋だな。いやー、ありがー。ちくしょう。あー、もう面倒だ。はい。ちょっと待ってください。あー、ダメ。これ宿やってっか、これ。なんか限りなくやってないっぽいんだが。あー、無駄だ。わかった。じゃあ、こうしよう。ちょっと待ったって言ってるじゃない。よし、わかった。思い出した。こういう時の対処法はこれだ。はい。うわー、なんでこんなにいる。くそー。ちょっと多すぎるぞ。なんか、アバランの人口よりもアリが多いぞ。チキショースタンカー。うわ、まずい。わかりました。はい。申し訳ございませんでした。申し訳ございません。はい。これはちょっと、回避したい。よし。とりあえず技を回復しましょう。はい。いやー、不測の事態だわ。ちょっと待ってください。ここなら安全だろう。一休みしよう。はい。まさかここで休むことになるとは。ところで、最終工程のなんか寝姿、わけわかんないですね。これ多分顔を上に上げてるんですよね。はい、ちょっと、俺も、
休憩します。いやーびっくりしたな。よし、それではクイーンに逆襲しに行きますよ。よーし行くぜ。基本的にね、このイベントの時は出るのはタームなんですよ。敵とエンカウントした時ね。なんで、できるだけ回避したいっていうか、その、回避したいって言った、回避したいって言ったのに、まあいいや。ああ、しばらく回避できるっていうのはいいですね。あ、間違った。フェザーシールを使うんだった。フェザーシール。まあ、できるだけ回避します。ああ、なんか動画時間がいたずらに長くなっちゃうんでね。ふぅ、落ち着きを取り戻してきましたよ。さて、やっていくか。はい、回避してと。こまめにセーブ。はい、強大なクイーンに立ち向かわなきゃいけないので、技ポイントだとかそういうものも節約したいと。で、どっから侵入しようかって話なんですけどね。どっから来ますか。じゃあ、新市街地から来ますかね。あそこが一番手薄かな多分。知る限り。ちょっと上は危ないな。こちら話しかけると、ネレードは無事なんですよね。無事かー道の中に意外と無事なんだな。やっぱネレードはすごいわ。それを再確認しました。で、モールも無事と。よし。よし、アバロを守るぞ。これは、ゴブリン襲来の時とは比べ物にならないぐらい危機だわ。あれ?ミスター。ミスターミスター。やばいやばい。これちょっとまずいのでは?あ、よかった。ストーンシャワーじゃなくてよかった。なんかボタンの効きが悪いっすね。うん、いや、言い訳をしてしまったか。よし、やってくぜ。まあ、今回は基本的にね、雑魚戦がね、退屈かもしれないですね。基本的に構図だからな。で、もう別の攻撃を選ぶと、即死につながるかもしれません。一旦2回ストーンシャワーとかあり得るのかどうかわからないけど、そんなことされたら、ゲームオーバーですからね。こいつが、よし。こっちか。地理が分かってないんですよ。ここ来るとこじゃないですからね、普通は。うわー、多い。多いぞ。回避していきたいが。回避できるか?無理か?じゃあやっていくか。よし。戦闘回数を最小に。行くぜ。敵がね、もうこれ以上強くならないので、いくら戦闘しても大丈夫っていう風な、なんて言えばいいですかね、言説がありますよね。ところがね、それはね、必ずしもね、的を得てないんですよ。いたずらに戦闘回数が増えるのはやはり危険です。敵のレベルが最高になっていても。どういうことかと言いますと、実は七英雄が強化します。戦闘回数によって。ここだな。よし、じゃあ上から行こう。前、ディープワンが守っていたところですね。もしかしたら、なんかディープワンは分かってたんですかね。あそこが危ないって。なんかそういう気もしなくもないですね。あいついいやつだったんじゃないか。実は、ここにはほら、タームがいるから危険ですよ、みたいな。考えすぎかもしれないが。こいつは、なんだっけ、昆虫系の最強レベルじゃないんですよね。なんですけど、こいつの方が多分強いです。あとね、アリっていうのはね、現実の世界でもね、結構脅威なんですよ。なんていうかな、なんか、非常に強いんですよね。
なんですかね、生き物として、普通の生き物よりもね、なんですかね、ライオンを殺してしまうアリの話とかね、ありますよね。日本にもそのほら、外来のアルゼンチンアリっていうんですかね、そういうのがいて、結構ね、脅威なんですよ。なんかね、人間の脅威になる生き物がいるとすると、それはアリかもしれないっていうのはね、結構なんか的を得た、なんて言えばいいのかな、的を得た空想、的を得た想像なのかな、っていう気がするんですよね。なんかそのアリンコっていうのは、なんか巣を作るんですよね。そのコロニーって言われるんですけどね。でね、そのコロニーがね、ものすごいでかいらしいんですよ。アルゼンチンアリに限ってはね。普通は、なんていうか、一個の女王がいるじゃないですか。で、一個の女王がいて、で、その一個の女王が、コロニーを作るわけです。つまり巣を。なんですけど、アルゼンチンアリっていうのは、女王がね、いくつもいるらしいんですよ。でですね、その複数の、なんですかね、別のコロニーが、つながるんですよ。なんで、コロニーがものすごいでかくなるみたいなんですよね。でね、日本にあるアルゼンチンアリのコロニーっていうのがものすごいでかいらしくて、なんかもう下手すると、もう西日本全体に広がってるみたいな、もうそれが一個のコロニーとか、そういうレベルらしいです。本当に。もしかしたら誇張してるかもしれないけど、でもそういう感じらしいんですよね。やばい、フェザーシールは2回いらない。無駄話してる間に、アリの話を熱く語ってる間に。いや、でもアリっていうのは、なんか弱いものに例えられるじゃないですか。なんかね、例えばアリと、やっぱ3回目ってなんだよ。3回目ってなんすか。まあいいや、話を続けます。なんだっけ、アリとゾウの例えとかね。なんですけど、アリっていうのは、その地上の生き物の中で、かなり強力なんですよ。なんですよね。ゴキブリだってアリに近い生き物なんですよね。違うか。それはシロアリか。それはシロアリでしたね。ちょっとセーブ取ってこう。今回は結構適当なこと言ってますけどね。もうバンバン適当なこと言いますよ。今回ね、戦闘はね、かなり退屈ですからね。いや、もう前回のね、なんだっけ、クジンシーのところ、なんか、どういうわけか俺緊張してたんですよね。緊張したんですよ。なんで緊張したんですかね。なんでだと思います？あんな弱っちいやつに、どうして緊張していたのかっていうのがね、不思議でしょ？いや、少なくとも私は、不思議です。いやね、実はですよ。もう言ってしまいますけど、ここまで言ったら。っていうか、もう話すことないんでね。言ってしまいますけどね、実はね、ソウルスティール見切りってあるじゃないですか。ソウルスティール見切りを、使わないでクリアできるかな、と思ったんですよ。で、それをチャレンジしようかなと思ったんですけど、結局ね、多分、なんだっけかな、限定選手法を使わないとダメかなっていう感じの結論に至ったんですよね。そうすると、まあ、動画的にどうなのって感じなんで、で、やめたんですよ。まあ、そんなことを考えながら、この撮影どうしようかなとか思ってたから、じゃないかな、と思うんですよね。でね、今なんでこんな、無駄なことをくっちゃべってるかっていうと、結構リラックスしてるんですよね。自分のなんていうかね、行動パターンがね、これ少し分かりました。なんかやっぱりね、リラックスしてるとね、よく喋るんですよね。なんでリラックスしてるかっていうとね、もうクリアの仕方が一通りしかないからですよ。もう選択の余地がないっていうのもありますけど、まあね、まあ特に弱点をついてどうこうって話でもないし、まあ考えてることもないですからね。ただね、ここにはね、レアアイテムがあります。はい、ここですね。今、明るさに守っていた